ロプロ研修生ニート24ただいま研修中。さあ始まりました、ただいま研修中。この番組は今年デビューが決まっている私たちハロプロ研修生ニート24がさまざまな研修にチャレンジしていく番組です。ワン、今週も私橋田穂香と上村瑠奈でお送りするワン。はい、ということで、はい、前回の平成流行語クイズの罰ゲームということで、はい、レナピア語尾にワンをつけて、はい、今回の配信を乗り切ってください。頑張ってください。もう今日はもう犬になってノリノリでね、で逆に行った方がいいなって。そうですよ、思ってるワン。一匹になったつもりで行かないと。一匹、一人と一匹ワン。前上村はすみちゃんもやったんですよ。はすみは忘れないように台本の下にワンってでっかく書いてて、うん、書いてます。同じことしてるのね。だからでもはすみはそれでも忘れたから忘れちゃダメだよ。ワンいいですねちなみに今回の配信日1月23日は小野田かりんちゃんの誕生日ということで、うん、おめでとうございます。おめでとう。16歳。いやでもね、かりんはね、何あげよう誕生日プレゼントって今思ってる。レナピも買ったんだよね。買ったわん。うわー、何渡すの。でもね、言っちゃダメだよ、聞いてたらバレちゃうから。確かに。お楽しみにかりん秘密はい、ということでなんか最近ハマってることとかありますか、ワンちゃんは。ワン最近はフルーツポンチ作ってる。作ってる。お、いいですね。昨日も食べたし、うんうん、もうずっと作り置きしてるワンフルーツポンチ作り置きしてるんだ、すごいねなんか今の時期だといちごとか、うん、パイナップルとか。お、いいですね。パイナップル好きだもんね。大好き。そこはもうスタメンだ、うん、パイナップルはスタメンスタメン。いつ目。私たちはあのお部屋を年末あんまり片付けられなかったので片付けてるんですけど、片付けてるっていうか片付けたつもりなんですけど、まあ多分まだ片付いてないあの引き出しに入れただけ出てるものをね。でもお洋服とかはね、うん、冬ってさ結構かさばるじゃん、その分厚いものばっかりだからさ。だから私はいつも冬服と夏服一緒に出しちゃってるんですけど、夏服は一回どかしました。クローゼットがもうパンパンになっちゃってもう足りないってなっちゃったから、ちょっとさすがに出しましたね。でもね、冬は冬で可愛いお洋服いっぱいあるからどんどん着たいなって思います、うん、それではハロプロ研修生ユニット24ただいま研修中、今週もスタートです。 TBS ラジオプレゼンツハロプロ研修生ユニット24ただいま研修中。TBS ラジオプレゼンツハロプロ研修生ユニット24ただいま研修中。今週は私橋田穂乃香と上村瑠奈でお送りしますワン。さあここからは研修の時間です。デビューに向けてさまざまな研修にチャレンジしていきます、うん、今回挑戦するのは題して質問力の研修アキネーターチャレンジ、イエーイ。はい、あの去年2023年に配信された22回目の配信で吉田ひのはちゃんとやったんですけど、ちなみにレナピはアキネーター知ってますか。知ってますワン、やったことあります。おワン、いいですね。じゃあ改めて少し説明をすると、うん、アキネーターはランプの魔人に扮した AI が自分の思い浮かべたキャラクターをいくつか質問するだけで当てちゃうっていうアプリでして、まあ、例えばクレヨンしんちゃんを想像していたとして、うん、ランプの魔人は実際に存在するとか、男性ですかとか、人間ですかとか、子供ですかっていう風にどんどん聞いてきて、うん、それに答えていくんですけど、そうすると10問くらいでアキネーターが正解を当てちゃうっていうクイズです。ということでこれを2人でやってみたいと思います。じゃあルールの説明をレナピお願いします。ワン1人が出題者、もう1人が回答者となります。ワン、はい、出題者が紙に答えを書いたら質問スタートです。ワン、はい、質問ははいかいいえで答えられるものだけでお願いしますワン。お題は現役ハロプロジェクトメンバー、はい、モーニング娘さんから研修生までのみとしますワン、はい、質問は8回まで、回答は2回までで答えてくださいワン。皆さんもどのグループの誰のことを考えているのか想像しながら聞いてくださいワン。はい、いいですね。ちょっと途中ワンを忘れかけていた部分が何回かありましたけどじゃあ早速やっていきましょうか。ワン、
どっちからやりますか？どっちです？じゃんけんしますか？はい、じゃあ最初はグッ、じゃんけんぽい。お、りなぴがパーで勝ったので、じゃあアキネータになる。アキネータになる。じゃあ私足田が書きます。ワン、よし、見ないでね。はい、ワン。はい、できました。はい、じゃあ、はい、どうぞ。ではまず、はい、髪の毛は、はい、長いですか？ボブより。ボブより。ワン。はい。おお、じゃあちょっとずるい問題いきますわ。はい。モーニング娘さん、アンジュルムさん、お茶の間さんの中にいるですか？ワン。はい。あ、それはお茶の間さんの中にいますか？ワン。いいえ。あ、違った。ってことはモーニング娘さんかアンジュルムさんの中にいるってこと。私がその方とお話ししているのを見たことがありますか？ワン。見たことがありますか？いいえかな。どうなんだろう、わからない。ん、難しいワン。じゃあほのほのと仲がいいですか？ワン。それを私から言う。いいえって言っても一人になるし、はいって言っていいのかもわからないけど。ああ、じゃあ、はい。あ、はい。でも、はいだと思う。はいだと思ってる。よく話すってか。うん。それは、アンジュルムさんのメンバーですか？はい。おお、なんとなく。お、あと2つ。あと2つか。なんて質問したらいいんだろう。ワン。髪の毛を染めていますか？ワン。今は結構わかる程度で染めている。今どうだっけ。はい、確か、確かってことは最後の一個の質問を今、3人。お、あ、違う、4人。4人。身長は高いですか？ワン。身長は高い。はい。あ、わかったかもです。お、ワン。川村さん。違います。違ったあともう一回。伊勢レイラさん。違います。違ったちくしょう。ワン。正解は佐々木理香子さんです。あ、選択肢に入ってたワン。伊勢さんと川村さんと佐々木さんとその4人か3人かで迷ってた一人は。あ、上國料さんと。あ、上國料さんか。ワン。悔しいワン。とてつもワン。佐々木さんです。あ、でもめっちゃ迷った。でもお話ししたことあるっていうのがね、あのワンプラスワンで一緒に踊ったから、その時にちょっとねお話ししたりとかしてたから。確かに。めっちゃ迷ったの、佐々木さんと。あ、でも身長が高いから、あ、佐々木さんってよかった。遅いです。じゃあ次。はい、レナピが紙に書いてください。はい。私は見ちゃいけない。はい、見るなよ。まだかな。まだワン。できたわ。はい、じゃあ質問していきますね。はい、まず最初にグループ絞りたいから、椿ファクトリーさんかビヨンズさんか、お茶の間さんか、研修生以外ですか？違うわん。お、じゃあその方。研修生とよくお話ししますか？ワン。なんだそのまま。ワン。ワン。はいの方かな。はい、じゃあお茶の間のメンバーですか？ワン。お、はい、はい、ワン。いいですね。じゃあ早いな展開が。どうしよっかな。なんだろう、髪は長いですか？超長くはないワン。普通くらいワン。そしたら
メンバーカラーが、うん、私これ前もやったな、寒色系ですか。ワン、はいワン。お、ってことは紫系ですか。はいワン。おお、じゃあ私橋田と研修生の時に、うん、こう同じタイミングで加入した人ですか。同期。うん、違いますわ。違いますか。あと一つ、あと一つ、あ、じゃあ、うん、オーディションで加入した人ですか。そうですわん。お、いいですね。はい、いきます。はい、田代すみれさんですか。正解は、やったー、じゃらん、やった、田代さんでした。え、このオーディションで加入ですかって結構いい質問だった気がする な、 いい質問だな。ここ大事だった。だってオーディションで加入してたら筒井さんか田代さんに絞れたから。で、完食する。そうだね。紫系ですかって聞いたらもうはいって言ってたから、みくちゃんとどっちだと思って。でもみくちゃんじゃないから、そしたら田代さんしかいないなと思って。田代さん大好きなんですよ。可愛いもんね。みんな大好き。みんな大好き。たくさんお話ししてくれるから、うん。はい、ということでどうでした、初めてのアキネータークイズ。はい、私は正解、うんうん、できなかったんですけど、ワン、次、はい、機会があったらちょっとリベンジ頑張りますわ。お、じゃあリベンジ待ってます。はい。はい、ということで今回は質問力の研修アキネーターチャレンジをお送りしました。この後はメッセージです。ラジオネーム猫舌さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。自分は高校で馬術部に入っていました。朝5時に学校集合だし、うんうん、お馬さんは噛むし蹴るしで生傷が絶えずなかなか大変でしたが、うんうん、寂しいとくっついてきたり可愛いところもありました。初めて馬に乗った時の目線が高くなって世界が広がって見えた時、うんうんうん、そして初めて障害を飛び越えた時の気持ちよさは未だに忘れられませんとのことです。ありがとうございま す、 います。お馬さん乗ったことあるね、ナピ。ない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 か。私足であるんですよ、多分。ちっちゃい時に多分あるんですよ。覚えてる。ちょっと、おお。いやでもそのお馬さんに乗って馬術ってその障害物を飛び越えるっていうの考えられない。だって絶対落ちるもん。確かに絶対落ちるくない。だってさ、でもお馬さんに乗ったら、うん、身長が高くなった目線を見れるっていうところは確かに、かなり乗ってみたいですわ。かなり高くなるけどね。かなり高い、うん、世界が見えちゃう。うん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 、すごいね。すごい、馬術部なんてあるんだ、高校で馬術部。すごい、馬術部っていうのがあるのがすごい。朝5時集合だって、絶対もうその時点で無理。馬乗る乗らないの前の問題。朝5時に集合は無理だわ。しかも噛むんだって。噛むし蹴るしだって。生傷が絶えず、わあそれは大変。傷だらけになっちゃうもんね、うん、でもくっついてきたりして。可愛いところもある。やりますね、お馬さんも。なかなかあざといわ。あざといですね。ちょっと今ワン思い出したでしょ。途中でちょっとワン忘れてたわん。いやでもね、お馬さん乗ってみてほしいな、レナピに。え、乗りたいかも。レナピがお馬さん乗ってるとこ想像するだけで面白いね。え、面白いの。え、大丈夫かな。乗りたい、お馬さん。ずっとわーって言ってそう。え、楽しそう。ずっと言ってる。連れ回されそう。連れ回されそうわ。お馬さんね、すごい。馬術部入ってみたいな、馬術部、うん。はい、じゃあ次のメッセージいきたいと思います。ラジオネームほのらびさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私は中学高校と野球部に在籍していました。朝練から授業、その後また練習の日々、辛くきつい時もありましたが、試合でチームが勝利し、みんなで分かち合ったり、仲の良いメンバーとこっそり買い食いして帰宅したり、楽しい思い出が多く、やり遂げた6年間の充実感でいっぱいの学生時代でした。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、野球部、私明日はお兄ちゃんがずっと野球部だったんですね、うん、小学校で野球クラブ入って、中高で野球部に入ってたので、いや、わかりますよ。私が入ってたわけじゃないけど部活に。でもなんかその朝練
から授業、その後また練習っていう、そのハード確かに朝から鬼はいなかったし、うん、ずっと。でもね、そのみんなでこっそり買い食いして帰宅したりとか、結構野球部の人たちって多分お泊まり会とかめっちゃするんですよ。なんかその、まあ、みんなすると思うけど、うん、だから私が小さい時にそのお兄ちゃんが野球部入ってて、うん、みんなもう週1ペースで泊まりに来てたの、私の家に。そう、楽しそう。だからもうお兄ちゃんいっぱいいるみたいな感覚になって、全員お兄ちゃん。そう、でもね、なんかみんなで人生ゲームしたりとか、楽しそう。そう、あとなんか朝になると当たり前のように上上がってきて、うん、私のお母さんに朝ごはんのみんなのお母さんは、そうそうそう、なんかもうちょっとした量なんじゃないかっていうぐらい。そう、でも野球部はその何、たくさん練習して、うん、まあ、どの部活もそうだと思うけど、たくさん練習して勝ったり負けたりっていうのがあるから、うん、なんか感動物語。スポーツのね、そういう勝ち負けっていうのは、うん、やっぱりね、その人との絆を強くしていくあれなのかなっていつも思ってました。レナピはどうですか？野球部、私上村は、うん、こう野球のことについて、うん、全然わからないわなので、うん、高校野球とか見たことある？高校野球テレビとかであるわ。ある、なんか結構ね、お姉ちゃんが、うんうん、吹奏楽部になんですけど、うんうんうん、そのお姉ちゃん高校生で、うんうんうん、ほのほのと同い年なんですね。で、高校野球のこう応援としていいですね、お姉ちゃんが行ってるのを見て、うんうん、すっごい楽しそうだなって思うわ。う、高校野球の一つの見どころってやっぱ応援もあると思うんですよ、うん、ブラスバンドの応援とかもそうだし、うん、あとあの下克上球児を見ていた方は分かると思うんですけど、うん、あの本当にあのなんて言うんですか、あの甲子園に行ったことないようなチームは急に甲子園行ったりとかするから、そういうのが面白いんですね。野球、高校野球っていうのは特に、うん、なんかさ、ほらプロ野球だとさ、うん、こう戦って順位を争うって感じだけど、うん、高校野球ってさ、ほらその3年間っていうさ限られた年で高校野球をするっていうのが、またこれが感動なんですよ。感動、感動は感動とか言われた、伝わってるわん大丈夫かな、ね、本当に高校野球はそういうところがすごいいいなって思います、うん、高校野球の話になっちゃったファンファンはあのもう野球の話は止まらないので、はい、止まらないので途中でよくわからなくなるわ。止めていただいていいですかあ、じゃあ止めるわ、はい、うん、止めてくださいぜひはい、ということでみんなすっごい部活入ってる、たくさん、うん、なんか他にもメッセージいっぱいあるんだけどね、うん、馬術部すごい、聞いたことないかも。馬術部っていつか馬に乗ってみたいわ。乗ってみてください、うん、じゃあ乗りに行こうね行きたいはい、ということで以上メッセージコーナーでした。この後はエンディングです。 TBS ラジオプレゼンツハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中。TBS ラジオプレゼンツハロプロ研修生ユニット24、ただいま研修中。橋田穂香と上村れなでお送りしていきましたが、エンディング1、はい、ということでどうですか、1をつけてみて。ちょっと時々多分忘れてる、あのメッセージコーナーの時とかすっごい忘れてて途中から1って急に言い出して途中でちょっと犬に、うんうん、あの変化したりしてた1なんですけど、1、うんうん、あの頑張りました、1。お、でもね大丈夫、ハスミよりは忘れてない。お、ハスミはもう言わないと思い出さなかったから大丈夫。結構ね、うん、語尾系のゲームはね、うん、確かに忘れちゃうよね。でもあのいい感じにちょっと犬に慣れてたわん、うんうん、確かに。でもアキネータークイズは、うん、あの罰ゲームがなかったので、あ、ちょっと気楽にできましたねアキネータークイズ、うん、楽しかった、ね、レナピ分からなかったもんね。4人に絞ったからね。だってさ、2人に絞ってれば2回答えられるから、うん、誰と誰ですかって言ったんだね。でもほのほのの絞り方すっごいね、あれはちょっと私も気持ちよかったですよ。最後のオーディションで加入しましたかってあの質問は出てきたと思って、うん、迷いました頭に。はい、ということでここで私たちからお知らせです。ハロープロジェクト2024ウィンター3オブアースのオープニングアクトを務めさせていただいてます。まだまだ公演があるのでぜひお越しください。そしてハローミュージックフェスティバル2024 in 東京がパルテノンタマにて開催されます。
2月4日の日曜日一部に出演させていただきます。ぜひお越しください。そして昨年12月16日土曜日に広島ライブバンキッシュで行われた宮本花凛ライブ2023秋ハローブランニューミー in 広島の配信が決定しました。ハロープロジェクトストリームオンラインストアで視聴チケットが発売中です。1月27日土曜日18時から2月4日日曜日まで見ることができます。会場に来てくださった方も来れなかった方もぜひ配信を見て楽しんでください。さあ間もなくお別れのお時間です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージはメールで ks23@tbs.co.jp までは、アルファベットの小文字で ks に小文字の23ですわ。メッセージテーマはただいま研修中の公式 X で発表します。それではまた来週火曜日の夕方5時頃にお会いしましょう。ここまでのお相手はお相手はお相手はハロプロ研修生ユニット24の橋田ほのかと上村お相手は積もってます積もっちゃってます上村れなでしたわ。バイバイ。